宇宙なる心に問い求めます。この不安と恐れは何でしょうか。悲しみの予感が私に襲いかかっています。愛は遠くよりの星の光、人はその光を受け生を営みます。遥かなる光よ、いかなる絶望も寂しさも。次郎様、どうかお部屋へ。お顔の色が。迎えに、クジラ鳥の皆さんを迎えに行ってください。次郎様、一刻も早く深い悲しみが訪れる前に。あの深い悲しみって？わかります、わかりません。ロビンス、それにジャッキーの隊も私と一緒に来て。お、いいぜ。いつでも OK だ。出動の準備はできている。私も、私も行きます。私も行く先は敵の本部。負けない、戦い必ず勝つ、これババの常識、ご先祖様の教え。ババ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 違うんじゃない？アトレ、悲しい記憶を、心の傷を。そうですよね、セイラさん。いいのよ、ラッキー。歌はその人が思う通り歌えばいいの。ハハハハ、様見ろ、金縛りの記憶、熱い接吻、結婚しようぜ。兄さん、俺たちは待っていました。敵の本部に乗り込んだ仲間たちがきっと元気に帰ってくるはずだと信じて、俺たちはただただ待っていたのです。ババー、
シーゲートを開け、小原である。了解しました。何人だ？は？特別冒頭の人数だ。9人です。村田隊長を除き被疑者8名。8名。は。調子こきやがって。俺たちはマジに怒るぜ。知らねえんだな、俺たちの本当の怖さをよ。クジラを一匹捕まえて、腹渡出して油取り、煮たり焼いたりクジラ鍋、残った骨は細工して置物壁掛けつまようじ。俺も仲間にチョン入れてもらうぜ。待て、みんな待て。やっちまえ。何しやがる。返して。返せ。どう。目をとクジラを捕まえて、殻から赤ん坊を取り出して、年々ころりと子守唄、涙も凍る海の果て。地吹雪流氷難破船、どっこい生きてるやつもいる。くたばり損ない、死に損ない、ないない尽くしの子守唄、親ない金ない運もない、ははこりゃこりゃと。いや、運はあるかもしれねえな。てめえのパンチをこれほど浴びて、俺にはまだ息がある。ムラト、何をしているムラト。おさか、特別留置ボートの閉鎖を解除しろ。命令だ。この特別ボートは隊長権限により閉鎖しました。そんなことは分かっている。だから開けろと言っているのだ。従って私以外の者には開けることは不可能です。もし無理に解除すればセンターコンピューターの緊急パターンが連動、すなわち当本部の自爆装置の回路がオンとなります。申し訳ありません。分かったよ村と。それでは命令を変更する。その特別冒頭にいる8名全てその場で処刑しろ。私は生まれ変わったお前の仕事が見たい。まずその男からだ。エイハブ・イシュマール・アーリ。殺人兵器としての優秀さを見せろ。殺せ。殺せ。殺せ。
船長殺す、いけない、ババ怒った、パーフェクトアングリーコングリー、人殺すやつ殺される、これ多頭族の決まり、大ママ製の常識。静かに雪が降っていたあの日、悲しい記憶を、心の傷を消してくれるはず、白い特別冒頭の出口へ向かっています。何？扉を破るつもりです。ムラト、お前のパスカードを使用しろ。無理に開けると自爆装置が作動する。ムラト！バカめ、ちょっとあれ、はあ、な、何かあったんだ。大丈夫かな、みんな。どうか誰もが無事でありますように。全員上部司令船へ移動、猶予は5分。何をしている？は、連邦本部に緊急連絡を。余計なことはするな、私の仕事だ。は、はい。温度をどうだす、今後。雪が降り止んだのは夜明け前、そしてモアドの太陽が銀世界に昇り始めた頃、リサさんたちの隊が俺たちに合流した。おいおい、ミカちゃん、アトレさん。お弁当持ってきてくれた。もちろんよ。ラッキー。エイハブ船長は？クジラ捕りの皆さんは？それが、それがわからないんだ。まだ何もわからないんだ。ん？おい、あそこ！誰が来るぞ！船長だ！みんなだ！帰ってきたんだ！おい、ちょっと待ってくれ！最初そのことを理解できなかったのは何もアトレだけではなかった。俺もそのことが本当のことなんだと分かるまでには少し時間がかかった。なんだよババ、一人楽ちんしちゃって。あ、そうか、みんなでおみこしごくしてんだ。そうさ、特別重いおみこしだ。
カちゃんのラブラブ弁当、人工ハムにピンクのデンブ、海藻サラダとチーズのカリカリ焼きなあ食べるって、うまいって言ってたじゃんほらいいからやりなって。ハトリ、俺の分やるって言ってんだ。俺もハトリ。午前4時04分、ババの心臓は停止した。至近距離からのレーザー弾が貫通、ほとんど即死だったと言っていいだろう。春の光、窓の雪、人の命の儚さは、そぼろの神の寂しさが…そういうわけでな、セイラさん、あんたのデュー、いや、ハリーは見つからなかったよ。私がハリーを探してなんて言わなければ。いや、それは違うよ、セイラさん。俺たちがやりてえようにやったんだ。ババだってそうだった。兄弟もね、だからよ、友達が一番だ。その友達が死んじまった。死んじまった！死んじまった！死んじまった！わー！ババ死んじゃった！死んじまった！ババの遺体はラサーラ超特急に乗せられ、俺たちの本部へと運ばれた。バカなやつだ。お前にとってエイハブがどんなに大切な男だろうが、それは所詮お前が人間だった時の話。アンドロイドの分際で過去を引きずって、それとも自分の恐ろしさに嫌気がさして自殺でもしようと思ったのかアンドロイドは死ねやしない。最終任務を果たした時以外はねどんな姿になったって死はない。生き続けるしかないお前はね、村と再生される、もっと素晴らしい兵器としてね。こちら 609OHR、 小原特別補佐官、大統領のダイレクトラインにつないで。そう、スペシャルプライオリティ、大統領閣下、至急軍隊の派遣を要請いたします。はい、モアドはすでに予断を許せない情勢に達しました。うん、うん、いいだろう。他には？アンドロイド製作局のスペシャリストチームをこちらへ。ええ、すべて私が責任を持ちます。デュー、時は刻まれていく、君の時間は消えていく。闇の底で君はどんな回答を出そうとしているのか。苦しい、この苦しさの果てに何があるのか、それを待っている。軍が動き始める。モアドは間もなく殺戮の星となる。何だって？苦しさの果てに何かを見出そうとするならば、君がそこにいては何も見えない、何もできない。何をしろと言うんだ。
俺に何ができるって言うんだ。時は刻まれていく。待ってくれ白毛、お前はどうして俺に話しかける。何のためだ。お前は俺のなんだ白毛。おいこら、早くしろ、葬式が始まるぞ。葬式だ。何言ってやんだ。腰取らされどころじゃねえんだ。あ、それポン。おい、てめえスピード、こんな時に邪魔はねえだろ。そうよ、いくら好きだってもよ。おい、嫌だね、最低なやつ。そうさ、俺は劣気とした最低よ。借りた金は返さねえし、人妻と年頃になったこともある。その上、背は低いし、風呂だって一週間に一度入れ、言うほど。しょうのねえやつだな。よし、わかった。あんちゃんだけ付き合ってやる。バカ、座るんじゃねえ。その席は、ババの席だ。ほらよ、ババ、北斗七星だ。おめえのリーチと売るかい。スピード。当たっていたぜ。ほら、分かってて出したんだよ。ババー、ローン、当たりだ。はぁ、やっぱしか。参ったな。愚かな私どもが許されるならば、生を受け燃え尽きる一瞬までその命を全うした私どもの仲間に永遠の安らぎと有り余る愛をお与えください。この者は大ママ星を母なる星として育まれたあの勇敢な多頭族の末裔なれば。白い